はい、こんにちは、中地です。マインクラフト実況続きやっていきたいと思います。ちょっともしかしたら PS4 のねファンの音が入ってしまっているかもしれませんが、ご了承ください。目の前のモニターの左にありますファイナルファンタジー14神聖じゃない蒼天のイシュガルドを今ねつけっぱなしでマイクラの撮影に移っております。まず村に戻ってきてちょっと気づいたんですけど、向こうでね村人がお仕事してるんですよ。なんか向こうまで端っこまで行ってくれてますよね。ありがたい。でこの辺にねちょっと家を作りかけているので、この辺もね直していこうかなと、作っていこうかなと思います。まあ駅を完成させたので早いとこ線路を引いて、柱とかはね後にしろ、ちょっと線路ぐらい開通させたいかなと思うんですけど、とりあえずまた村の方をやっていこうかなと。ただ暗くなるので久々にあれしますか。よいしょ、ちょっとこれを直しつつ、ゾンビ治療でもねしながら、もう一個ぐらい効率強化しかついてないんだよね。ちょっとこれ壊れたらまた別なの作るぐらいの勢いでいようかな。いやー、まあ、前回ファイナルファンタジー14蒼天のイシュガルドバージョン 3.0 が公開になりましたというお話をしました。それに合わせてですね、ちょっとファイナルファンタジー14というのはどのようなことをして歩んできたのかっていうお話をちょっとしてみようかなと思います。今でこそファイナルファンタジー14はかなりね、もう今日本で一番和製のねゲーム MMO として一番こう輝いているんではないかと。ドラクエとファイナルファンタジー14とこの2大タイトルがね輝いていますけど、リンゴがねリンゴがねえよ。あれ俺治療できなくて多分どっかにしまってると思うんだよな。また始まった。これいつまで使ってるの。そこにリンゴがなきゃ始まらないんだよ。ちょっと探しながらお話ししますね。ファイナルファンタジー14というのは今神聖エオルゼアと言われていました。で今パッチが当たったので蒼天のイシュガルドという言い方には変わっていますが、基本的に神聖という言葉がかなりキーワードにはなっています。でですね、このゲーム神聖エオルゼアというのは2013年にリリースされているんですが、実は旧 FF14 というものが存在します。まあ知ってる方も多いとは思うんですが、ちょっとその辺のことを話していきたいと思います。いろいろね情報が多いので、なんだろう、うまく話せるか分かりませんが、ちょっといろいろ小出し小出しで喋っていきます。あと間違いとかもねあると思うので、ぜひ話半分ぐらいで聞いていただければなと思います。これねリンゴがないからね寝ちゃおうやめよう。リンゴを取りに行きますか。でそもそもファイナルファンタジー14スタートっていうのは2013年に発売をしてスタートしております。何年っつった今。2010年って言った13年って言った今一瞬で忘れるこの感じやばいな。2010年です。ファイナルファンタジー14というのは2010年に最初始まりました。でまあ簡単に言うとその時の出来が非常に甘かったということなんですね。でまあ具体的なところを言うと、まあ、マップの使い回しが多い、景色の使い回しっていうのがちょっと多かったりとか、
あとはエリア移動っていうのがない。昔はね、読み込みがなかったらしいんですよ。その地続きになっていて、街に入る、フィールドに出るっていうのも読み込みなしでやっていたみたいなんですけど、まあ、ちょっと専門的な話になると、その街々にあった、まあファイナルファンタジーシリーズですから、スクエアエニックスですから、非常にこうグラフィック面っていうのはね、力を入れるんですけど、まあ、力を入れすぎたせいなのか、非常にですね、重たいゲームとなっていたようです。どんなにねハイエンドな PC を使ってももっさりとする。でなぜかっていうと、まあポット、フラワーポットとかね、こう街に壺が置いてあったりするじゃないですか、ただのオブジェクトが。でそれになんか1000ポリゴンとか使ったりして、150のシェーダーをかけたりとかして、このまあここに今僕がいますけど、 MMO っていうのはこの体がたくさんブワーっているんですね、街の中に。でそのただただ置いてある壺の処理負荷っていうのがプレイヤーと同じぐらい、だから僕と壺の処理は同じぐらい負荷がかかるといったような、非常に重たい、だ変なね作り方をしていたようです。そのためなぜかそのファイナルファンタジー14 MMO にもかかわらず、これ重いのでプレイヤーの表示人数を減らそうつって20に制限したんですよ。 MMO なのにフィールドに20しか映らないってどういうこっちゃっていう話なんですよ。まあ直接やってないんでね、間違ってるかもしれませんが、非常にねひどい出来だったという話です。さらに言えば、フィードバックをねプレイヤーから募ったんですよ。一応ね募りはしたんですが、そのフィードバックっていうのは、例えばそのアーリーアクセスとかで遊んでいて、ここちょっとバグがありますよとか、例えばこのここ建物の壁にめり込んじゃいますよとか、そういうねバグ報告みたいなのをユーザー側がねするんですよ。できるんですけど、それをあまりというか全然取り入れなかった。ユーザーからのその不満点というのを全然取り入れずに進行していったため、すごく不満が募ったんですよね、ユーザーの。それでものすごくこうどん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 ユーザーも減りつつ、ゲーム自体の質も全然上がらず、でそんな時にこれじゃダメだということで、まあこれ結果的に2012年に終了するんですけど、旧 FF14 は、そのリリースしてからね少し経って、すみませんと、ファイナルファンタジー14は、その当時の社長さんなので和田洋一さんという方が、お客様に対してこのファイナルファンタジーというのは非常に水準に達していなかったと、で本当に申し訳ないことをしましたと言っておりました。でそのままね、まあ、和田さんその後あれなんですよね、退社してるんですけど、2013年に責任退社みたいなことしてるんですけど、まあそれは純粋になんだ、あの売上不振、売上がね全然出なくて辞めていったので、 FF14 のせいとは限らないんですが、まあそれでよいしょ、ダークオークって4つでしたよね、やめていったりとかありました。でもうこれはダメだという時に、今の現プロデューサー吉田直樹さんという方がいます。もうねこの人は僕のねゲーム人生において非常に、なんかねプロデューサーとかゲーム開発者のプロデューサーとかってあんまり意識したことなかったんですけど、いやもうこの方にはね頭が上がらないというか、本当に楽しいゲームをありがとうっていう気持ちでいっぱいなんですけど、この方が今ファイナルファンタジー、現ファイナルファンタジーおよびにその新生編を作ると
言った時に、出てきた方です。でこれはもう旧の時には関わってなくて、旧の人たちはもうほぼほぼ総入れ替えでメンバーをね、スタッフを変えて再構築すると。でファイナルファンタジー14、旧ファイナルファンタジー14を本当にこれダメなゲームだったんですけど、運営をねちょっと続けてたんですよね。またそれがちょっと問題だったんですけど、で1年経った2010年なので、2011年のところで一回発表がありまして、ファイナルファンタジー14、今その旧版、旧 FF14 を楽しまれている方々へっていうお話で、実は今ファイナルファンタジー14を一から作り直していますと1年経った時に言ったんですよ。ファイナルファンタジー14、旧 FF14 を開発、違う、運営しつつ、後ろで実は、まあ、1年間作ってきたという発表がありました。でちょっとお待たせするかもしれないけど、どっかのタイミングで新 FF14 に変えますというお話をしていました。でそこから2年8ヶ月で新生のねリリースが始まります。 MMO ってのは基本的に早くて 4、5年、長くて 7、8年かかるらしいんですよね、開発に。ただそこを2年8ヶ月でこう作り変えると、これも非常に大変だったと思います。吉田直樹さんね、そのすごいねやつれていってる感じがねするんですよ、ずっと見てると。でその頃からプロデューサーレターライブという、なんて言うんだろうな、パッチが当たります、どんな開発状況ですとか、そういうお話をね、吉田直樹さん本人が直々におしゃべりするというプロデューサーレターライブ、現在も続いております。そういうのがずっと放送されていてね、非常にそれもね見てるのが楽しくてね、まあそんなことがあってファイナルファンタジー14、今は新製版として出てきています。で旧 FF14 というのは、まあパッチ的にはこう続いてきているようにはなっているんですが、一応旧っていうのはもう今は遊べません、サービスを終了しています。よいしょ。なのでまあ普通の MMO、 例えばドラクエとかだったら、ドラクエ10だったらね、今始めたらバージョン1の部分から始まるんですが、今 FF を始めようとすると 2.0 の部分からお話が始まります。いやーこれもねすごいちょっと変わってますよね。でそこで持ち返した MMO っていうのはないらしいんですよ。今までもこう失敗して、運営を失敗して立て直そうとしてくる MMO っていうのは海外にもたくさんあって、ただそこから盛り返した MMO っていうのは過去に例がなくて、それをねここまで、今現在ファイナルファンタジー14は冒険者が400万人を突破したそうで、非常に活気のあふれるね MMO となっております。まあちょっと時系列バラバラでおしゃべりしてしまいましたが、で FF、 その旧 FF をねもっと早い段階でこう改善できたかもしれなかったらしいんですけど、その関わってたのが FF11、 これも MMO オンラインなんですが、これ11に関わっていた人がかなり多く携わっていたので、まあ面白いゲームを作れるだろうという、なんかまあ過度の期待なのかな、わからないですけど、そういうのもあったみたいです。で吉田直樹さんの方にやったお話がねあったみたいなんですよ。今旧 FF がちょっとやばいんですけどどうすかねっていうお話があった時に、これどこでやめるか、どこで切るかとか、どこで作り直すことを決めるかとかね、その辺が非常に難しくて長引いてしまったと。なのでそこまでねずっと遊んでくれた人もいるわけじゃないですか、旧 FF14 をずっとね遊んでいて、すんません作り直しますんでサービス終了しますっていうにはちょっと遅すぎたという話をされてました。なので
運営をね続けながら申請を裏で開発して2年8ヶ月で、なので2013年ですね、申請が出たのは。その頃に僕はスタートを PS3 でね最初は始めました。その後に PC 版に移ったりしてね、今では PS4 版に移って3機種全てに権利がある状態で遊んでいますけど、そんなね、実はその旧 FF14 っていうのが存在したんだよというお話があります。で、まあ面白いのがですね、シナリオが続くんですね。で、旧 FF14 がもう遊べないので、これはネタバレにはならないかなと思うのでお話ししますが、9から、おお、ゾンビ、9から真に移るときっていうのは、ファイナルファンタジー14の世界が一回崩落するといった、シナリオになるんですね。第7霊災という、よいしょ、違うね、あ、リンゴ6個も取れてる。第7霊災というとても大きな災害が、霊災が起きてしまうんですよ。で、それで一回世界は崩壊してしまうんですね。その崩壊してしまう世界っていうのが旧ファイナルファンタジー14で申請になって、で9からまあ飛ばされてくるわけですね。通称光の戦士たちが、でその方たちの冒険が申請となるわけです。なので、まあ、9のプレイヤーはねすごくいろんな思いがあったんじゃないかなと思います。いいと思う方もね、亡くなってしまうのがあれだなっていう方もいたとは思うんですが、そこで一回さらにして新生、新しく生まれ変わるエオリゼアとしてスタートしたと。そのシナリオにねくっつけて持ってきた感じも面白いなと思います。よいしょ。で、まあ吉田直樹さん、この方がですね、ファイナルファンタジー14、その新しくプロデューサー兼ディレクターになるってなった時にインタビューで、まずこの旧 FF14 をどうしたいですかってインタビューされてたんですね。でその時にね、まずはユーザーを増やしたいとかね、マップをどうこうしたいとかではなくて、まず一度信頼を失ってしまったお客様の信頼を取り戻す作業をしたいということをおっしゃってました。いやさ、いいこと言うよね本当に申し訳ないと。でなかなかね、その信頼を失ってしまったっていうのを、まあね、どうせそういうこと言っとけばいいと思ってんでしょって思う人もいるかもしれないんですけど、なかなかね、自分の会社のことをそうやって言えないと思うんですよ。信頼を一度失ってしまっているっていうね、ことを本人たちが言うっていうこと自体が結構なことだと思うんですよ。なのでそこで第一にユーザーのね、 MMO っていうのは常に進化するゲームですから、第一にユーザーのことを考えるということをちゃんと言ってくれたのがありがたいですね。まあ長くなってしまいましたが、そんなところでしょうか。まああんまり難しい話はこの辺ね、調べてると非常に面白いんですけど、難しい話は抜きにして、今新生エオルゼア、イシュガルドと来ていますが、実はそういう経緯が昔はあったんだよというのも知っておくと面白いのかもしれません。こんなところかな。20分になっちゃうんで、この辺で終わりにしとこうかな。うん、終わりにします
そして木だけ預けて、ぜひね皆さん PS3、 まあ PS3 でやられてもいいと思うんですけど、 PS4 をお持ちの方は PS4PC でも遊べますので、ぜひね、初めてのファイナルファンタジーシリーズ初めての Windows 出店だったので、またねそこも一つ面白いとこなのかなとは思うんですが、初 Windows 版、 Windows 版初なの、この野郎。11はどうなんだろうあれどうだったかな、ちょっと自信ないややめましょう、自信のないことはやめましょう。はい、それでは話し切ったかな、 OK。 それではね、この辺で終わりにしたいと思います。ぜひぜひ皆さんファイナルファンタジー14遊んでみてください。吉田直樹さんも MMO と思わずにまずはファイナルファンタジー14だと思って遊んでみてくださいというお話がされていたので、で実際ね非常にストーリーが面白くて、一人でもねガンガン進むので、あんまり人と遊ぶの嫌だなっていう方でも遊べると思います。なのでぜひぜひご検討くださいとまでは言わないけど、気になる方はね遊んでみてはいかがでしょうか。フリートライアル版もあるんでね、めっちゃ勧誘になってるけど、フリートライアル版もあるのでぜひね、何 PS3 もあったかな、 PS4 とか PC 版も14日間無料で遊べるトライアル版があるので、それで触ってみて面白いなと思ったら月額課金を始めて遊んでみてはいかがでしょうか。ちなみに僕は神竜というサーバーにいます。これねサーバーが違うと一緒に遊べないので、まあ よかったらね遊びましょうはい、それでは今回はこの辺で失礼したいと思います。ご視聴ありがとうございました。